え30分待ち。うん、のザルミニ牛丼定食が人気みたいですけど、今ちょっともう3時前なんで、私はこのミニ飛騨牛丼にしました。すごい古き良きお店という感じですね。ミニ牛丼定食と、いただきます。どう？バイマリオットさんです。うん、すごいいいとこやね。綺麗なところですね。なんかね、周りに本当に何もなくって、あ、すごいジンもあって、すごいとこですね。綺麗。めっちゃ綺麗よ。わあ、すごい綺麗。シャワールーム綺麗。トイレと水回り。やばいな。ちょっと、もうちょっと先にあるなんかお寿司があるみたいなんで、ちょっと聞いてきてくれてます。いける？丸？あ、OKOK。 満席だって、すごいね。これは何て言うんですか？攻めそば。飛騨牛丼。やっと目にすわって。すごい。
場代5時まで1000円みたいです。で無料のシャトルバスが出てるみたいなんで今から行きます。わーすごい、すごいいっぱいあるバス、観光バスかな。あすごい、あー和田家、長瀬家、突き当たりまで行くんで、左、あー美味しそう、辛くて美味しいですか、美味しいですよ、うん、あ、イナ牛からけ昨日食べて美味しかったもんな。そうやな、この Google マップで見て来ました。美味しそう。これはなんだ。あ、ご飯。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。美味しそう、いただきます。焼くのね。シャトルバスはあるんですけど、12時台は全部なしということで、あっても30分おきぐらいやったんで、20分おきか、みなさん歩いて行ってらっしゃいます。何味？チョコチョコ好きやな。食べていい？やばい、パチ、いいよ、食べていいよ、おいしい？